次はですね、佐藤真美子先生ですけれども、オンラインで参加でございます。佐藤先生、聞こえますでしょうか？聞こえます。では、ビデオをオンにしていただいて。はい。すいません、ちょっと、少々時間。声が出てます。はい。ちょっとホストがビデオ停止したね、あれ、ビデオ開始できませんっていう争いがちょっと出ておりまして、これはどうしたら。出ました。すいません、いきなりスライドショーですか？はい、そうです。よろしくお願いします。共有をお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。私の方は一例だけなんですけども、患者さん1名 D2P with M のスタイルで、オンライン実証を行いました。病名は重症の皮膚潰瘍と糖尿病がございます。比較的若い方ですけれども、患者さんの背景を申し上げますと、患者さんとそして、パートナーですね、旦那さんと2人暮らしですが、パートナーさんは日曜仕事で不在となるために、その患者さんのお家に訪問看護師が行くという形で、オンライン実証を行いました。一例なので深く詳細をお話ししますと、糖尿でかかりつけでもありましたけれども、肝炎の悪化とともに皮膚潰瘍の形成が認められました。皮膚潰瘍はかなりちょっと深くてですね、なかなか治療が難渋しておりました。1回の入院が3ヶ月弱にかかってしまって、それで実はそのパートナーさんと、またなんか暮らしなどもやっぱり大事に思っている方ですから、やっぱり1回の入院が長くなるっていうのもちょっと患者さん的にはやっぱり金銭的にもですし、精神的にもかなり負荷が大きかったようでした。それで、患者さんのその希望にて自宅療養の意向を判断しました。ただ皮膚の状態は今回に限らず実は2、3回入院しておりまして、自宅で消毒などのケアが可能な感じで帰ると再び悪化して入院するというようなスタイルを持っているので、やはり退院した後にこの不安定な患者さんをどうケアしていくか、細やかな指導が要するのではないかという判断でした。しかし私も頻繁には伺えない、そういったところをどうクリアしていくかということを突き詰めた結果、オンラインで解決できないんだろうかということを受賞していました。訪問看護師が出向いて状態を確認した状況です。そして看護師さんが現状の治療内容や難航なのでケアしてそれで大丈夫なのかどうか、あるいはすぐに受診をした方がいいのかどうかという内容について、考えました。すみません、スライド2枚だけなんですけども、その結果ですね、不安定な状態の患者さんにおいて自宅で引き続き、治療を継続することができました。軟膏なども取り替えながら治療していきましょう。でその後結果的にまた入院することになるんですが、やはり不良肉毛などもやっぱり増加があって、やっぱり自宅でちょっとカットするなどやっぱ難しい状況なので、入院して現在治療中です。ただしその間治療の適性について画像を見ながら訪問看護師に治療内容の是非について、指導することができました。患者さん側としては、失礼しました、オンタイムで担当医と顔を合わせる安心感にもつながったのではないかなと思います。そして電話や紙面の報告などよくいただきますが、やはり時間のこの差がそういうデバイスでいくとやっぱ生じてしまうので、こう時間を合わせるのはやはり大変なんですけども、その報告が来たりとかなど、言語表現の差も生じるなども、どうしてもこう起きてしまうので、
このオンラインで見ることで、リアルタイムで状態を実感することが可能ではなかったかと思います。ただやっぱり光の加減とかは多少やっとやると思います。遠方に住む方の待ち時間の短縮にもなったかと思います。この方やっぱり足をこう長時間下ろしてしまうと結構血流が悪くなってきて、こう足をこう下ろしてとても痛みが生じてしまうなどもありまして、病状の負担軽減にもつながったかと思います。そしてこの件に限らず、状態次第によっては D2D という形で、例えば当院は遠方に、診療所がございますので、そこで専門医の診察が必要ではないかと思ったときに、その先生とつないで直接指示を仰いだりなどの即受診が望ましいなど、その場に行かなくても判断できる可能性があるという使い方もできるのではないかなと思いました。ただし欠点はやはり動画を確認する際にフリーズ状態となってしまって、やっぱり電話をして直すというような、ちょっと従来のそのスタイルが何回かやっぱり起きてしまったということは承知しました。そしてこれは一番の私自身の問題だと思うんですけども、操作性の関連性を感じるほどちょっと複数回ずっと実証できなかったっていう申しありますのと、そしてやっぱりちょっとなかなか時間が取れず、検証するというのがちょっと大変だったかなとは思いました。ただこの患者さんにおいては、こう足の具合の皮膚の解温状況とか見て、次の受診につなげられる、こういうような症例が増えてくれば、やはり遠くにいる方とか実際寝たきりの方のそのケアの仕方などですね、患者さんが家族が介護で困っている方のアドバイス的なことができれば、そういう改善につながるのではないかなと思いました。以上です。佐藤先生、ありがとうございました。佐藤先生にご質問とかございませんでしょうか。よろしい。菅先生、どうぞ。お疲れ様です。ナインの菅です。お疲れ様です。ぜひ先生にちょっとお伺いしたいなと思ったんですけど、はい、逆に IT、この手のものを使いやすくなるには何かいい案ございませんでしょうか。なんか私も逆に知りたいんですけど、どうしたらいいんでしょうか。なんか なんでしょうね、なんかこう本当にこう iPhone の電話並みに、テレビ電話並みに、あるいは LINE のそのビデオ通話並みに簡単にできたらいいんですけど、実際看護師さんも撮影をするときにちょっとどういうふうに映っているのかなかなかこう難しかったり、なんか画像が反転してしまったりとかですね、ちょっと操作性がやっぱり難しいなっていうのがありますね。なんかどうやって簡便になるのかっていうのはちょっとすいません、私はその分はあまり明るくなくて、なかなか答えことができません。無茶振りしてすいません。うちも同じような、やっぱりこう、僕自身は IT そんなに苦手ではないんですけど、やっぱりコメディカルのその IT がやっぱり馴染めないっていうところで、そうですね、だったので、やはりそこが一つこう今回の浮き彫りになっていってるんだろうなっていう感じになったので、すいません、無茶振りしてありがとうございます。ありがとうございました。すいません、質問でありがとうございます。ありがとうございました。菅先生みたいにフェイスタイムみたいにポッと電話ポチッとしたら相手がつながるっていうのができればいいですよね。そういう形で進めていけばいいのかなというふうに感じました。では佐藤先生、ありがとうございました。ございました。はい。